風が強い。はい、皆様ごきげんよう、ゆりっぺです。はい、ということで、本日は少しイメチェンをしようと思って表参道にやってきております。今こんな感じの髪色です。だいぶね、色が抜けてしまったんですけど、これをね、綺麗にしてイメチェンする。はい、ということでこれからね、向かうんですけど、どんな風になるかはお楽しみに、ということで早速向かいたいと思います。じゃあ10時半に予約してる、いつにかも遅くです。あ、はい。そう、なんか YouTube でこう。今 YouTube 見ましたよ。あ、本当ですか。お願いします。はい、お願いします。基本的には。今日はなんか、ミルクベージュみたいな。そうですね。はい。そうですね。ちなみにないですね。ご自身でからとかはしてないですか。してないですね。なんか一回クラックしたりとかそういうことはないです。はい。はい。そうですね。だったら髪の毛の状態的には全然、まあ、ブリーチはやってあげてもいいのかなと思うんですけど、多少やっぱダメージってところがあるので、はい、他の部分だけは仕方ないのかなと思うところと、はい、この髪の毛に対して入れるってなったら、はい、色はやっぱこのくらいになってるんですよ、普通の髪の毛。なるほど。でこの髪の毛に対して色味のカラーで入れたらこのぐらいって感じですよ。ただ明るくなった髪の毛に対して入れるならここまでいきますよっていう普通のカラーの、それが色味のとかだったらこっち寄りとかも入れやすいですよっていう。ただこれチャート的にはこれ色味のチャートじゃないんですけど、チャートっていうこの表じゃないんですけど、色味のだったらこういう感じで出しやすいですよっていう、色味の幅が全然変わる、まあ、その分でも値段も変わるっていう感覚になっちゃうんですよね。そこはもう抜け具合見て、はい、まあ、一緒に相談させていただくのが、はい、わかりました、一番いいのかなという感じではあります。わかりました。これってブリーチって白い液なんですよ、だから結構明るく見えるけど、そう、まあ、シャンプーで流しちゃうとまだ全然赤っぽいですよ。上に白っぽいやつが乗ってるからすごい明るく見えるだけで、わすごい、結構明るいですね。
ということで、こんな感じでイメージチェンジしましたか？いい感じ、めっちゃいい感じ。はい、ということで今回のイメージチェンジというのは高校生ぶりのブリーチ、今回はミルクティーベージュみたいな感じで、こうちょっとね、なんだろう、最近の流行りっぽい感じにしたかったんですけど、ということで、こちらのね美容室でやっていただきました。ででん、この美容室については概要欄に貼ってあるので、よかったらチェックしてみてください。その中でめっちゃね、撮影もねご協力していただいたのでね、すごいねハッピーです。で、意外と私はブロンド似合う説が意外と浮上したので、次はブロンドとかちょっと派手な髪、ピンクとかそういうのにしてみたいなと思いました。もうなんかね、髪の毛ねいい感じすぎてね、もうねテンション上がっちゃった。巻いてもらった。そしてはい、ということで、皆さんご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてもっと見たいと思ったらチャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。ではでは、ゆりっぺでした。バイバイ。